バーあい明けましておめでとうございまーす。コンタリオー、あ、これかわいいでしょ。これあのリスナーさんが作ってくれました。あ、待って、すぐに話しかけたい。すぐどうですか。あ、何の感情もない何の感情もない何の感情もない写真撮っていい、すぐ、ありがとう、ごめんねこれが、ここが、これこそが夢にまで見たエリアゼロ。何よこれ、すっごいわやじゃ。あ、わや出た。あ、ちょっと昔のすぐに戻った。ゼイユが喜んでるあ、かわいいかわいいかわいい、よかったよかった。取り急ぎは最新部ゼロラボとやらに向かおう。フレン君、先導頼んで。やべえ、覚えてねえちょっと待って、どこだっけやばい、私に頼まないでよ。もう違う、いや今景色見ただけじゃん。別に今のは景色見ただけじゃん。いや、あのさ、お餅をね、わあ、お餅を食べたんよ、あの新年だしと思って。でお餅食べて気づいたんだけどさ、お餅ってマジで無限に食べれるなと思って。あとね、あのきな粉と砂糖醤油をさ、自分でさ、やったのね、自分で作ったの。なんかさ、きな粉ってさ、想像のさ6倍ぐらい砂糖入れないといけないんだね。思ったより甘くならんくって。太った？うん、体重計乗ってない目を背けるな、嫌だ、二次フェス前に痩せたのに絶対また増えてる、見たくない私体重計。なんだ、なんで、急にそんな、困ります。野生のコライドンっている、いるんだ。拳で大地を引き裂いたと古い探検記に記された翼の王の正体らしい。ゴーン、いや、え、あ、え、怖がってるよってこと、コライドンが喧嘩してる。フレン、どうすんの、前に入ったことあるんでしょ。パネル操作はしてた気がするな。ではフレン君、会場を頼めるかな。え、待って、やばい、わからん、ちょっとやめて、私に何でもかんでも頼むって言わないでよ。わかんない、ペッパー、ペッパーでもわかんないよ。ピボン、青のディスクの反応を検知しました。おフレンが持ってるからってこと、これすぐ可愛い。わ、なんか喋ってる。ただの機械音声よ、技マシンマシンと一緒じゃん無言やめろ。面白そう、私が許可するわ。フレン、やっちゃいなさい。可愛い、ゼイユいいよな、こういう無邪気なところが。俺がゼイユを好きになったのはこういう無邪気なところなんだよな。え、かわいいゼイユチュガチかわいい、ニコニコやんかわいい。え、ねえ、暗すぎよ、頭ぶつけたんだけど後差し考えず走るからだよ。すぐ、あんたちょっと元気出た？かわいい。うるさいな。先生は？先生、エレベーター、下、行けそう。下、下。下止め。もうちょっとキャラ変わってるやん。興奮しすぎて。話聞いてると、あんたって大冒険しすぎじゃない？つりゃ肝も座ってるわ。かわいい。ゼイユ好きすぎるマジで。チュなんだけど、ずっとチュなんだけど、ゼイユに。え？おお。おお、すげえ、なにこれ、ここがエリアゼロのさらに奥。おお、これはかの有名なオーリム博士のレポートだ。来た、
エリアゼロよりさらに下層には巨大な空洞が存在しており、その最深部にはテラパゴス、ゼロの秘宝が眠っている。その体は結晶体となり外敵から身を守っている。目覚めるには少し時間が必要そうだ。テラパゴスの影響であろうか、大空洞内では地上では見たことがないテラスタル現象が起きている。全てのタイプを宿したテラスタル。え、私はそのテラスタイプを仮にステラと呼ぶことにする。何それ、最強じゃん。伝説のポケモンテラパゴス、ゼロの秘宝、すぐー。伝説を手に入れたからといってそのなんかあれじゃないんだよ。秘宝を調査中に転移、気温湿度から察するに文献で読んだ東方の地だ。硫黄の匂い高い場所、池の付近にて出会った子供から白い本を、出会った子供から白い本を、出会った子供から白い本、向こうの光で倒せば道開けるんじゃない。なんとかどんで崖とか飛び越えてきなさいよ。他力本願すぎて好きだわ。でかしたわフレン、結晶消えたわよ。かわいい。ゼユー家にいてくんないかな。私の全然何もし、家でダラダラしてくれてていいから家にいてくんないかな。うちの、え、綺麗、めっちゃここえぐい綺麗。ここで TikTok 撮ろうぜ。てか今の子ってさ、なんかさ教室とかでさ、あの休み時間とかに TikTok 撮ったりするんでしょ。よかった私その時代に生まれなくて。もうインのものだからさ、 TikTok 撮ろうよとか言われたらさ、え、ちょっとあの、私はちょっとあのってなっちゃうわ。先生危なかしくて目離せない。私にもその感情抱いてよ。フレンは危なっかしくて目が離せねえなの感情抱いてよ。私に取られたんだけど、すぐのこと。服が濡れちゃうから水辺の探索は任したわよ。まあいいけどさ。ほら次すぐの番、フレン呼びなさいよ。俺が言ったって嬉しくない。そんなことない、バカバカバカ。いいから早く。姉は強いな。なんだろう、これ私がどうとかじゃなくてね、このフレンがね、このフレンがさ、あのさ、緑の仮面の時にさ、すぐとさ、一緒に夏祭り行ったりとかさ、すごい青春を謳歌してたわけじゃんか。でさ、いろいろあって、今さ、こう、すぐとちょっとなんかさ、こんな感じになっちゃってさ、すぐもなんか、俺が呼んだって嬉しくないでしょ、フレンは、みたいになってるかもしんないけどさ、これはさ、この後にそれを乗り越えてさ、仲良くなって、もう一度絆が芽生えて、で一緒に大きくなっていって恋愛していくパターンのやつですよね。これ少女漫画でよく見るやつですよね。これやっとゴール地点、ゼロの秘宝。あ、待ちなさいよ、早く見たい、スカーレットブックの真実。やばい、自由なやつしかいない。先生まで、やれやれって感じ。一緒に行こっか。ゼイは私が守るからね。私たちは余裕感出しながら行きましょう。うわ、やるわそれ私、わかる。ゼロの秘宝さえ手に入れれば今度こそフレンに勝てる。うわー、もう取り憑かれちゃってるよ。すぐ、あんたまだそんなこと言ってんの。姉ちゃんは黙ってて。俺はフレンが羨ましい。ポケモン強くてどこへでも行けて誰とでも仲良くできて、俺がずっと好きだったオーガポンにも認められて、すぐも頑張ったじゃん。姉ちゃんだって最初意地悪してたくせに、すぐフレンのこと好きだし。それは、あー、いやでもようやく聞けたな、すぐの本音というか言いたいこと。俺には何もないよ。そんなことない、すぐにはあるものしかないだろ。その可愛いお顔でしょ、でポケモンの戦闘を努力して頑張れるところでしょ、で一緒に祭りにいた時に優しさも見せてくれたし、最初からねすごいね私に仲良くしてくれたし、あとめちゃくちゃ可愛いお姉ちゃんいるし、全部持ってんじゃん。すぐは、あっ、抜けた。間違いない、その結晶こそテラパゴスだ。すごい綺麗。え、あ、キャワー、え、キャワー、え、おキャワーなんですけど。
ゃん。まずい、ちょっと待って、まずい、すっ、あマサボルだ。簡単にフレン、すごいな、主人公力が。何でもフレンに来るやん、ポケモン。今ここでテラパゴスの力を見せてもらうことは可能だろうか。なんで危なくない？だってさフレン、あ、何戦うの？俺も試したくて仕方ないんだ。準備できたら始めようよ。早く見たい、テラパゴスその力。この先生マジでさ、行け、テラパゴス、フレンに力見せてやれ。テラチェンジ、何それ。おー、何、かわいい。何それ。ナーイス。あれ、あ、大丈夫、大丈夫、よしよし、どうしたの、かわいいんだけど。てかテラパゴスさえ、ゼロの秘宝さえあれば強くなれるんじゃないの？すぐフレンに勝てるんじゃないの？すぐ、いい加減もうやめ。やはりおかしい、テラスタルエネルギーの出力が低すぎる。スカーレットブックに描かれた姿と違うのも気にかかる。テラバゴスはゼロの秘宝じゃないってこと？それは違うんじゃない？いや、足りないのか、秘宝足りえる条件が。泣いてる。そうか、テラパゴスはテラスタルエネルギーそのもの。すぐり君、今すぐテラパゴスをテラスタルしたまえ。テラスタルオーブのエネルギーに呼応して、秘宝は秘宝たる輝きを発するだろう。あ、ステラタイプに、ステラテラスタルってこと？わかった、やはりスカーレットブックは正しかった、テラパゴスが完全に目覚めた姿、これこそがゼロの秘宝。すげえ、うわー、すげー、危ない。かっこいい、かっこいい、ゴライドン、やばいよ、すぐボールに戻した方がいいって。うん、戻れテラパゴス、もう制御効かないんじゃない。うわー、あ、マスターボールが、戻らない、どうし、先生さおい、ブライア先生さ、どうすんのこれ。エネルギーが暴走している、このままでは危険だ。当たり、おい、すまない、みんなで、おい、こいつねえ、すぐも早くテラパゴスなんとかしないと。こんなはずじゃ、違う、俺のせいでこんなことに。違う、すぐのせいじゃない、どう考えてもブライア先生のせい、絶対にブライア先生のせいだから、安心して。すぐ、フレンが大変、ねえ、あんたも頑張んなきゃ。でもダメだ、俺なんかって言うんじゃない。すぐ、あー、すぐ泣かないで、すぐすぐ一緒に頑張ろう、曲がめちゃくちゃいい、おらならボールに入るかも。すぐ、私なの。フレンなら任せられる、けっぱれ。すぐやばい、泣きそう、ちょっとすぐ私のせいで皆を危険な目に遭わせてしまったね。いや、それは本当にそうなんだけどそれは本当に申し訳なく思うよ。なんでブライス先生ちょっと可愛いな。
それは本当にそう。先生テラスタラバカなんだから、もっと大人として自覚しなさい。返す言葉もないよ。俺も良くなかった。ずっとフレンに憧れてて。うんうんうん、いいのよ。その顔やめろフレン。ずっとずっとフレンみたいになりたくて焦ってたんだ。でもやっぱり俺には無理だ。やっと諦められる。いや、かっこよかったよ。すぐめちゃくちゃかっこよかった。ありがとう。一緒に戦ってくれて勝てなかったよ。そんなこと。すぐすぐすぐ、うわあ。たく本当にバカな弟なんだから。やっと素直になれたじゃん。声優いいお姉ちゃんだな。声優はずっと見守ってあげたんだもんな。すぐ、うわあ声優、うわあ泣きながら歩いてる。やっと帰ってこれたわ。澤田さんに連絡。いや、出版社が先か。フレン、すぐ。俺リーグ部のみんなとか迷惑かけた人にちゃんと、ちゃんと謝りたい。フレンにも。うん、いいんだよ先生。ごめん。だからまたそのやり直したくて。うん、すぐゼロからまた俺と。やばいや、止まれちゃって。やばい。すぐ、ゼロってここにもかかってたんだ。なるほどね、ゼロから。うわ、いや、めっちゃよかった。毎回私そのポケモンって子供たちとかに対して伝えたい思いとかがこもってるものだと思ってて、ですぐってその等身大の子供たちを描いてるものだと思って、キャラクターだなって思ってて、小さい子ほど起こりやすいようなすれ違いが起こってるなって感じがしてて、見ててね。そうだから誰かと比較しちゃって病んじゃうってちっちゃい頃マジでよくありがちだと思うの。私ね、結構昔絵が好きで、絵描くのめっちゃ好きでよく絵描いてたんだけど、小学生ぐらいの頃に他に絵が上手な子がすごいいっぱいいて、で中学生入った時ぐらいに絵描くのやめちゃったの。周りの子たちがめちゃくちゃ上手で私より絵うまい子いっぱいいるなってなって、なんかやめちゃったの。なんかわかんないけどやめちゃったのね。それで思春期ってさ、マジでよくあるじゃん。周りの子と比較して自分はちょっと違うとかでやめちゃうこととか。いやでもすぐはこの経験を経て一歩また先に行けたなっていう感じが、大人になれたんだろうなって感じがしたね、すごく。って言ってたやつだ。祭りの時に見せてくんないのって言ってたやつ。うわー嬉しい、ここで見れるんだ。うわーはー、リーグ部部室にあるパソコンから特別、マジ。ネモは、ネモは、ネモは、ネモいないの。あ、そっか。いいな、青木さんとか呼ぼうかな。あ、来た、ティアラコパリ。
泣き声えぐい。手荒こパリ。何？え？博士。おや？ここは一体時空を超越している。え？なんで？君は？なんで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 ？ AI の方かな。 AI を搭載したロボット。ふむ、もしそんなものが実用化されれば便利そうだ。っていうことは本物の方だ。私はオーリム、エリアゼロにてポケモンの研究をしているものだ。笑顔可愛いな。ちょっとペパーくん見あるな。あぎゃぎゃーす。このポケモンはまさか翼の王。コライドンです。そうかコライドンというのだな。ふっ、いい名だ。あぎゃん、これまだコライドンとも出会ってない頃の。ふむ、状況から判断するに、私は君たちにとって過去の存在なのだな。あ、そうですね、よくわかるな。だが時空の可能性は無数に存在する。この出会いも地続きの過去未来ではないかもしれない。どういうこと？おそらくこの出会いもひとときの奇跡だろう。時間が許す限り有益に情報交換といかないかな。え、話せんの？私に何か聞きたいことはあるかな。え家族、うわー、これっす。まあ、一旦ここから聞こうか。原因はわからないが、秘密のラボでデータを分析していたら、次の瞬間この場所に立っていたよ。あの場所に眠る結晶ポケモンの影響か。あ、テラパゴスの影響かな。じゃあ君と私にも何かしら因果があるのかもしれないね。ほう、どんな研究を？異なる時間軸のポケモンを捕まえて現代を呼び出す。うんうん、そんな夢のような装置を作ろうと計画しているよ。してたねえ。幼少期に読んだこの本が私の心を捕まえて離さなくてね。だが研究に行き詰まっていて家にもずっと帰れていない。君との会話から解決の糸口をつかもうと必死なんだよ。他に来て、これさ、過去にまた戻るってことかな、このオーリムは。ってことはこのオーリムに伝えておけばさ、変わるのかな、何か。また別の次元で私のプライベートに興味があるのかな。子供が一人いるよ。ペパーくんね。今頃家で、いや今という言い方は正しくないか。きっと寂しい思いをしているだろう。さて、講師交代だ。こちらからも質問させてもらおう。この場所はどこなのかな。パルディアではないようだか。テラス池でいっか。北上の里のテラス池、文献で読んだことがある。テラスタルエネルギーをまとった水が湧き出る場所。私がいたところからは座標までも大きくずれているようだ。あ、そうなんだ。次の質問だ。そのポケモン翼の、いやコライドンは何なんだ。ライドできます。大事な存在です。浜辺で倒れてました。大事な存在です。そういうことを聞きたいのではなくて、いやすまない、ヤバなことを言ってしまったな。あぎゃ。かわいい。ん、その本は見たことないです。あ、ゼロの秘宝。タイトルはゼロの秘宝。ちょっと見せてくれないか。そうね、これ見せた方が早いな。確かに大空洞のことが書かれている。テラパゴスが覚醒することも記述が。この本の著者ブライアとは何者だ。先生。こっちのがいいのかな。なんとスカーレットブックの著者の子孫だったのか。なるほど、血は争えないようだ。なんと研究者心をかきたてる本であろうか。すまないが、その本をじっくりと待ってもらいたい。あ、時間？また霧が。そういえば時間に限りがあるのだったな。ギャス
ギャース。もっと翼の王と交流したかったが急がねば。その本は貴重だろうから無償でもらうのは心苦しい。私としても悩ましいが、その本をスカーレットブックと交換というのはどうだろうか。お、いいよ。コライドもな、久々に。ああ、なるほどね。白い本を子供にもらったってこれか。はあ、それではお別れだ。時空を超え出会いし、翼の王の王と冒険者よ。ボン、うわあ、あの時と全く同じ言葉。うわあ、ペパー君に会ってあげてほしかったな。あー、コライドンも寂しがってる。スカーレットブックエントランスで借りたのか。お前と俺の思い出の本だもんな。うわあ、うわあ、ペパー君、ペパー君。私には何もできない。おー、いた。え、何をしてる。え、アカデミーで会えるの出会いイベントじゃん。確かにフレンちゃんは学年も違うもんね。え、マスク取った。いや、どうしたの、出会い頭でびっくり的な。え、もしかして。あ、そうだよ、私たち今日すごい、え、めっちゃ可愛い。そう言われればこの姿で会うの初めてじゃんね。なんか恥ずかしくなってきた。いやね、もうそっちはわかる、そっちはわかるけど。僕はピーニャだよ、 AKA DJ アクジ。いや、ピーニャはわかる。え、美容ね。可愛い。超可愛いんだけど。可愛い、可愛いとは思ってたけど。可愛い。私ビアだよ。私は分かりやすいよね。分かりやすくないよ、全然。マスクだよ、普段。可愛い、マジで。めっちゃ可愛い。今日僕ら追試でテスト受けてたんだよ。アジトにいた時アカデミー来てないからさ、その時間を取り戻してるんだ。へえ、そうなんや。さすがに改造制服だと鉛筆持ちにくいから新しい制服着てきたんだよね。可愛い、マジで可愛い。めっちゃ可愛い。スカート履いてほしい。ねえ、ビョーネ、もしかしてフレン君なら。こんな惚れるやろ、鼻高っ。ピーニャ君、それって名案だよ。どうしたの。スタイルいいな。実はフレン君には僕らの先生になってほしいな。任せてよ、何でも聞いて。わかるよ、タイプ相性とか言うだから私。何でも聞いてよ。ピーニャ君、焦りすぎだよ、ちゃんと順を追って話さないと。実は僕ら以外のスター団ボスたちなんだけど、メロちゃんとオルちゃんとシュウメイ君の3人のことだね。そうそう、あいつらずっと追試を合格できない。ぽいわ、留年しそうなんだよ。せっかくアカデミー復帰したのに。一応僕らで勉強教えたりもしたんだよ。でもダメだったね。うん、普通に公式使ったり暗記すればいいだけなのに、もう普通にピーニャにとって普通でもね。みんながなんでわからないのか僕にはわからなくて天才やもんな。しゃあない、それは。私も体の動かし方を教えるのは得意なんだけど、フレン君成績もいいってボタンから聞いたことあるし、まあ追試は取ったことないですけどね。フレン君の言うことならあいつらも聞くと思うんだ。てわけでイントロに戻るけど。イントロに戻る、いいな、それ。その言い方めっちゃいい。私も今後使おうかな。というわけでイントロに戻るんですけど。イントロに戻る、めっちゃよくね。僕らの先生になってほしいんだよ、任せて。フレンちゃん、ありがとう、本当に優しいね。かわいい。唇プルプル。あ、このことはボタンにオフレコでよろしく。ボタン、僕らのことでずっと悩ましちゃってたから、これ以上心配かけたくなくてさ。あ、でもボタンはね、相談された方が嬉しいと思うよ、絶対。みんなちゃんと勉強してる？うるさいな、見張りに来たのかよ。かわいいね、相変わらず。だって見てないとサボるじゃん。てか意外じゃない？
頭良くないの？オル君、ビア殿のフォーマルな姿、何度見ても集中力が高まるでござるな。いい言い回しですね。私も今後使います、それ。何度見ても集中力が高まるな。シュウメイ君ごめんね、テストに関係ない集中力高めて。謝ることじゃないよ。む、ビア殿の背後に何やつかの気配。シュウメイ君マジイケメンやな。髪型めっちゃいいな。くせ者か、えい、姿を現すでござるよ。フレンです。ででーん、ニコー、かわいいフレン。ゲー、おま、なんで、おる、意外と頭悪いんだな。常人には出せぬ気配、フレン殿なら納得でござるじゃ。大丈夫、いやいや、なんでだよ、なんでフレンがいるんだよ。なんとフレン君、いやフレン先生は、え、メロちゃんはみんなの勉強教えてくれるんだよ。おお、かたじけない、強烈至極でござるな。はあ、聞いてない。てかピーニャ、勝手に決めんなよ顔。お前もさ、先生とかいらないし帰れよ。反抗期だねえオルちゃん。はっはっはっ、ごご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 フレンちゃんはみんなを思って来てくれたんだよ。ゴゴ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 ゴ。なのにそんな失礼なこと言っちゃったらダメだよね。あ、ビアネごめんなさい。弱私じゃないよね。あ、うん、フレン悪かったな。弱威圧するビア殿、リアリティが高いでござるな。シュウメイキモいんだよ、なんかビアちゃんに対してなんかオタクでいいな、なんかオルテガかっこ悪いとこ君に見られたくないんだよ。何、好きってこと、私のことか、私の前ではかっこつけないってこと。そういえばメロちゃんは、メロ子殿なら数刻前ストレッチしてくると言い残しおもむろに出て行ったでござるな。絶対サボってる、だってメロ子だよ。うーん、決めつけは良くないと思うけど。悪いけどフレン君、メロコ探してきてくれない？さすがにアカデミー内にはいるから。え、美術部じゃないの？その間僕ら勉強できる環境スタンバっとくよ。ごめんねフレンちゃん、メロちゃんのことお願いね。マジで可愛い、ビアネ。え、マジで可愛い、マジで可愛い。写真撮りたいんだけど、なんでここ写真使えないの？え、顔見して。かわいいんだけど。え、お人形さんみたい。あ、てめえはフレンか。メロコ、メロコ、え、メロちゃんでしょ。え、かわいい、制服似合う。メロからメロコ見りゃわかんだろ。え、かわいいんだけど。そばかすもかわいい。え、めっちゃかわいい。そういや、いつもの格好じゃねえのか。これはビア姉が制服着て勉強会っつうから仕方なくな。てめえはここで何してんだ。え、髪型も可愛い。え、そんな髪型だったっけ。勝ち込みに来たよ。勝ち込みって、悪いが今はそんな気分じゃねえんだ。口可愛い。え、口可愛い、めっちゃ可愛くない。え、超可愛いじゃん。野菜眺めたら時間経っちまってた、可愛い。理由可愛すぎるだろ。行こうぜ。え、めっちゃ可愛いじゃん。メロちゃんってなんかなんだっけ、あれだったよね、一回いじめられた理由がさ、なんか可愛いとかじゃなかったっけ。それ系だって、なんか嫉妬されて系だったよね、クラスメイトに。じゃなかったっけ、違ったっけ。さあ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 、誰から見てあげようかな。はい、シュウメ。我、己が知らざるを知る、これぞ無知の知なり。なんかそれっぽいこと言ってるわ。優が死として我に手を差し伸べると、マジで顔いいな、イケメンすぎるな。ちょっとかたじけない。我は算術が苦手ゆえ数学がからっきしでござるよ。しかし我は将来服飾デザイナーになる。マジ似合うね。数字という概念は無用なのでござる。そっか、服作ってんだもんね、すごいね。うん、それは違うよ。フレンちゃんの言ってることなんとなくわかるよ。
スターダンの改造制服作るとき結構お金かかっちゃったし、いいものを作るためにマネーをペイするは叱るべきことルー大島か。でも生地とか余っちゃってたし、もう少し費用は抑えられたかも。それは一理あるでござるな。ネクタイ似合うな。服の寸法、素材の費用、商売になれば売り値に利益率、それらを考慮できるデザイナーは職人として頭一つ抜きんでる。現実を見ぬ我の考えは誤りだったやもしれぬな我はこれをもって心を入れ替え算術に尽力するでござる。うおちょろい。口挟んじゃってごめんね。でもフレンちゃんきっかけでシュウメイくんやる気出たみたい。シュウメイくん凝り性だからゾーンに入っちゃえば大丈夫だね。ゾーンなんだビア姉がいたらやってくれそうやったけどな。オルくん、なんだよこれ全然わかんない。様子見るか。俺を見下ろすとかいい度胸だよなフレン普段から見下ろしてるけどな。言っとくけど俺2年生お前の先輩だかんな。ディア姉が言うから頼ってやるけど俺文系科目が苦手でさ。うわー、あれとかわかんないんじゃない、あの、あ、やっぱりそうだそうだ、登場人物の気持ち、この時この主人公の気持ちを何文字で表すみたいなさ、絶対苦手だよね。思った思った。物語の登場人物の気持ちとか意味わかんないんだよ。この話、主人公の一カネズミママはどんな気持ちで一カネズミパパに困った人って言って一カネズミママが一カネズミパパに困った人って、一カネズミママの目は潤んでいた。置き手紙を読んで一カネズミパパに二度と会えないと分かったからだ。最後まで私の心を乱すなんてあなたって本当に困った人なんだこの問題本当に困っている。本当は好き、本心は分からない。いやいや好きでしょ。二度と会えないけどそれでも好きだから困った人ってことでしょ。最後まで乱していったわねってことよ。はあ、困ってんのに好き、好きなら好きって言えばいいだろ。じゃあオル君も言ってよ、私に好きって。好きなら好きって言いなよ。それ絶対間違ってるって。いやいや、オルティガだってそうじゃん。はあ、どういうことだよ。本当はフレンのこと認めてても口では悪態つくでしょ。ほらー、はあ、俺がこいつを認めるとかないし、ないない、絶対にない。可愛いな顔が。思ってることと逆のこと言っちゃう気持ちは誰にでもあるってことか即落ち2コマやめろふん、ちょっとは理解できたかもな。感謝してやれよフレンカ可愛すぎるだろ、いい加減にしろ。可愛いのも可愛い、目の子マジで難しいな。何見てんだよフレン、今は先生だったか。ニコニコ、過去問やってんだ、ちょっと見てくれよ。新しいポケモンと出会う方法は捕まえるか交換するかだけである。そんなことないよね。これって正しいんだったか。いや、正しくないだよな。卵から帰った時も出会えるもんな。うん、ポケモンがテラスタルした際頭上に光る宝石の名は、テラス石じゃないかな、多分違うかなこれ何、テラス石、そんなダセー名前だったか、聞いたことねえな。え、これ何、テラスタルってかっけえよな。優秀な生徒じゃねえとテラスタルオーブもらえないけどよ。テストには関係ねえけど聞きてえことあって。ちょっと言いにくいな、絶対笑うなよ。え、何、かわいい顔が。あのよ、夢ってなんだろうな。夢、あ、最低、マジで最低。将来の目標、こっちかな。それだ、将来のこと、何になりてえとかそういうの。うんうん、将来何になりたいとか全然わからねえんだよな。あー、なるほど、夢がないのか。団のみんなしっかりした夢持ってるやつ多いんだ。あ、そうね、シュウメイくんとかね。植物だって一生懸命上に向かって伸びてるだろ。だから最近野菜が羨ましくて。あ、そう、それで野菜見てたんだ、可愛い理由だな。俺だけずっと夢見つかんなかったら、そう思うと無性に怖いんだよ。
ね、美術思った。美術は、まあでも押し付けるものでもないしな。いつか見つかるまでもちょっと曖昧だよな。美術は、あ、なんで俺が美術部入ったの知ってんだ。こっそり見てました。実はつうか美術とか好きでやってる趣味だぜ。そんなの仕事にするとか。いや、顧問のドラゴン専攻もよく考えたらあれ仕事だよな。うん、あの人すげえ楽しそうだから仕事でやってるって気づかなかったね。夢ってよりなんかね、楽しくて好きでやってることを今楽しむのもいいと思うけどね。俺絵描くの好きだし、もし仕事にできたらやべえな。こんなのでも俺の夢って言ってもいいのか。かわいい、いいに決まってんじゃん。かわいいな、メロちゃん。そっか、これが俺の夢か。なんか背筋ピンってなったぜ。かわいい、マジで、え、めっちゃかわいいんだけど。愛しいわ、ありがとうなフレ、めっちゃかわいい、メロちゃん。え、ちょ、みんな何してんの。あ、来た来たボタン。実はカクカクシカジカ四角いムーブで、ほっ、うちだけはぶられたんかと思った。迷惑かけたくなかったんだ、悪かったなボタン。いや、許さんよ。え、マジ、うちに迷惑とかもう意味わからん。うちだってみんなの仲間だし、仲間。もっと迷惑とか心配とかかけてよ。いざとなったらうちがハッキングでみんなの成績改ざんする。それはやめな、それは本当に良くない、それはダメ。ダメだよボタンさ、それは一線超えてるっしょ。いや、ごめん、今のギャグのつもりや本気っぽかったよ。和まそうと思って人として間違えた。本気だったらはった押すとこだったぜ。でも勉強だったらうちも教えられるから、いつでも頼ってよね。ボタンとの共栄至極でござるよ。ああ、これからはフレンとボタン2人セットにしごかれるのかよ。ま、悪くないかもな。こいつどこまで可愛いんだ。これか、やったー。さやった。はい、ということでありがとうございました。いや、めちゃくちゃ面白かった。